はい、こんにちは、遠藤です。今日は、実は視聴者の方からご質問があった、どんな、チャートを見てるのかっていうご質問に答えるという意味で、僕はどんな風になチャートを揃えてるのかなということをお話ししたいと思います。今回視聴チャンネルということで、皆さんのトレードの役に立てればなと思います。で、どんなチャートを見てるのかっていうことで、今回はそのテクニカルのこととか、チャートのこととかというよりは、とりあえずどんな風にチャートを作っていくかみたいな話を、この、トレーディングビューっていうものなんですね。これトレーディングビューってチャートシステムなんですが、これを僕は使ってまして、これなんか非常によろしいかなという感じがします。FX だと元々メタトレーダーっていうのがあるんですね。 MT4、皆さんご存知のように。で、 MT4 も、無料のチャートとしては非常に良くて、このトレーディングビューも無料なんですが、非常にいろいろな、ものを使えるチャートです。で、ただ僕が今使ったのはこれ有料のやつで、そんな高くないんですけど、これを使うといろいろな日本の個別株の、チャートなんかも出てこれるんで、非常に便利ですね。MT4 の方は、FX とか指数ぐらいだといいんですけど、さすが日本の個別株のチャートなんかは使えないんで、そういう意味では、トレーディングビューの方が、この非常に汎用性が高いということで、ただでも使えるんですけど、ただだとその、インディケーターがいくつも入れられないとか、やっぱり個別株とか、あと取引所のものの先物のチャートですよね、そういうものが出なかったりとか、取引所のレートっていうのが結構コストかかるんですよね。で、業者さんって取引所に、その、情報料というか、それを払って、そういうデータを、取ってるんで、やっぱりそういうものに関しては、少々お金がかかってしまうっていうのはしょうがないのかなという感じはします。で、このトレーディングビュー、いろいろな使い方ができて、こうやってインジケーターとかがいっぱい入ってますし、で、普通のすでにデフォルトでこう設定されてるだけのチャートもいっぱいあるんですが、公開ライブラリーっていっていろいろな人がこう作ったやつもいろいろ使えるんで、そこら辺は便利なやつですよね。で、チャートを見られる方、テクニカル重視の方なんかはいろいろそういうすでにできているインジケーターも使えますし、ここのピンエディターというところで、ここに、そのプログラムを貼ってそれを反映させることもできる非常に汎用性の高い仕組みになってるんで、そこまでやんない方でもね、いろいろなこう割とこの柔軟性があるチャートなんで、そこら辺は非常に良いかなと思います。で、まず僕はこんな風に分けてるんですね。ここ見えますかね。FX で1と2と分けてて、もともとこれ1列にここにこの出てるリストを1つだけだったんですが、やっぱりいっぱいあると見づらいんで、こんな風にリストをいくつか作ってます。当然ですけど FX があって FX2 とかあって、これ僕だったらこれが先進国の通貨、これが新興国の通貨ですね。あと株、あと金利で、ここトレーディングビュー経済指標も見れるんで、これあんまりね、役に立たないっていうわけでもないんですけど、経済指標なんかはいろいろその発表するところのホームページ行くと結構チャートがしっかりしてたのがあったりするんで、これはあんまり使わないんですけど、一応経済指標も入れてた。あと商品と、だいたいここら辺のカテゴリーの中で見ていけば、あとこれプラス、チャートじゃないんですけど、ここからは取れないんですけど、オプションのボラティリティのチャートなんかがあると、これは、ほぼそれで完璧かなっていう感じがします。で、まずはこの FX1 っていうか FX だと、僕は基本的にはドルを中心に見てるんで、こうやってドル円、ユーロドル、ドルスイス、ポンド、オージー、ニュージーランドって、ここは、まずはドルを中心にした、先進国の通貨で、その後、ユーロ円、ポンド円、豪ドル円、ニュージーランド円、カナダ円、ノルウェー円という、クロス円がここに来て、その後、ユーロクロスですよね。
ユーロポンド、ユーロオージー、ユーロニュージーランド、ユーロスイス、ユーロカナダ、ユーロノッキー、まあノルウェークローネですね。まあこれは随時なんか動いたらその通貨をこう足してってもいいですね。まあ足すときっていうのはここのプラスってなってるボタンのところにビョンとやって、ここから FX とか言って、ここにあるものであればそれを選べばいいし、なかったらここで検索をかけるっていうやり方もあります。で、ポンドクロス、ポンドスイス、ポンドオージー、で、オージークロス、オージーカナダ、オージーキウイ、で、まあ、カナダ、スイスとかあって、これは、ドキシーっていうのはドルインデックスですよね。最近やっぱりドルで動いてるんで、まあ、こういうのも見とくといいですね。ドキシーぐらいは入れといたらいいかと思います。あと、僕、一応、ユーロ、指数、とか、ポンド指数とか、円指数とか、5ドル指数とか一応まあ入れてますけど、まああんまりやっぱりドルぐらいしか見ないですね。あとはビットコインがあって、あとはシカゴの IMM の通貨先物のこう一応そういうのも入れてます。まあこれは円の先物なんで、こうやって今ちょっと円が高くなってその後安くなってみたいな感じなんで、まあ大体ざっとこんなやつを見てますかね。で FX2 の方であればこんな風に、新興国通貨ですよね。ランド、トルコ、メキシコ、人民元、香港ドル、フィリピンペソ、ブラジルレアル、ロシアンルーブル、あとはまあクロス円ですよね。ランド円とかトルコ円とかメキシコ円とか、まあこういうのが入ってますね。で、あとは金利。まあ金利なんですけど、いろいろまだこれちょっと金利もいろいろまだ作ってるところで、まずはこの10年債、米国の10年債とか20年債とか30年債のこう利回りチャート、プラスやっぱり見るとしたらその先物のチャートですよね。10年債の先物っていうのがこういうふうにあって、やっぱりなんていうのかな、そのトレーディングする通貨と、まあ通貨なり、この米国債の先物ってトレーディングできるんですね。まあ、CFD でもいいですし、先物としてもトレーディングできるんですけど、まあ、トレーディングするものとこのイールドを見るのっていうのはちょっと考え方が違って、まあ、大体イールドっていうのはこんな金利上がってますね、下がってますねみたいなことをこう話すときにいいんですけど、実際トレーディングする金利を先もう米国債をトレーディングするとしたら先物なんで、やっぱり先物の値っていうのは見といた方がいいですかね。米国債ぐらいはね。で、まあ、一つぐらいでいいんで、米国債の方が、先物の方がピチピチとこのレートがね、ピッシリ139ってところがサポートになったらいいという感じになるじゃないですか。もう、そこら辺が金利だと、もう少しこう、ファジになっちゃうんですよね。0.65 が、みたいな、ここだと 0.65 が、みたいな、0.6 がサポートされてるっていうか、まあここが一番金利が安いとこっていうことは、米国債の、価格が高いところみたいな、ここですよね。そうすると価格で言えば 139.23 ぐらいのところっていう感じで、やっぱりこういうふうに、先物があるやつは実際は先物でトレーディングするんで、先物のチャートも用意しておいた方がいいですかね。僕も日経平均先物トレードするんですけど、やっぱり指数と先物って違うじゃないですか。まあ指数も見てますけど、やっぱりトレーディングするのは先物なんで、その先物のチャートは用意しておいた方がいい。まああとドイツの10年債利回りとかポンドとか、まあ大体ヨーロッパの10年債の利回りとか、オージーとかニュージーランドとかブラジルの10年債の利回りは一応こう入れてあります。まあそんな見ないですけどね、見るのはやっぱり米国債中心ですかね。うん、あとは、株言いましたっけ？株言ってないですよね。やっぱりに、指数ですよね。日経225とか、ナスダック100、ダックス、ドイツダックス、これビックス指数ですね。ビックス指数は見てますね。こういう感じで、どのぐらい上がったとか下がったとか。で、これは、ナスダックの、ボラティリティ、これもちょっと見てます。で、こちらが、ボベスパ指数、ブラジル、あんまり関係ないですけどね、これはね、一応ちょっと入れてますね。あと、
フィッチ、FT100 ですね。あと、ハンセンとか。あと、ここはやっぱり日経の先物のチャート。やっぱり先物をトレードするんで、あとはやっぱりトレーディングビューだけじゃなくて、日経平均先物トレードするときは、その証券会社さんの使っ、僕が使ってる証券会社のチャートなんかも見て、やるんで、やっぱり先物のチャートは絶対必要かなっていう感じはしますね。まあ、指数と先物、あと、ナスダックのこの先物とか、ミニ先物とか、これ、ダウ先とかも見てますね。これ、日本時間もこれ動くじゃないですか。ですから、海外の先物で、まあ、グロベックスで動いてるんで、これ、やっぱり東京市場の時に、日本の株価にも影響を与えるんで、ここら辺の先物は見てますね。まあ、実際の時間が入になっちゃえば、もちろんそれ、が指数見ますけど、基本はやっぱりだから指数と先物っていう感じで見ますね。あと、まあ、個別株はここ今入れてないですけど、その自分が持ってる日本株の個別株とかをチャートにこう入れてます。あと、まあ、商品ですね。まあ、商品は、ゴールド。まあ、商品は大体先物です。で、先物もこういう感じで、見てて、つなぎ足、当元月のつなぎ足、まあ、一番今、トレードされてる、キジ科ものの、先物の、つなぎ足なんかをこう見てますね。これ、ゴールドとか、WTI、とか、あとガスとか、まあ、一応ガスとか入れてますね。ここは、銅、先物、クッパーですね。まあ、ここら辺は見てますね。まあ、そういう感じで先物を入れてるという感じで、おおむね大体こんな感じで、こう、FX、株、金利、国債、先物、商品という感じで大体見てます。そうですね。まあ、それでこう、まあ、インデックスはこう15ぐらいこう入ってるんですけど、その入れながら、RSI を見ながらみたいなトレードだ。RSI はこう7とか割と早い、パラメータ使ってますね。で、結構僕が好きなのは、一応時間足でその日1日の、ピボットで、こういうピボットのところとかを見て、逆張りみたいなデイトレをやるときはそんな感じでやってます。まあ、そんな感じで、大体、そういう先物系と、ポイントとしては、何のチャート使ってもいいんですけど、やっぱり先物のチャートを入れとかないと、トレードするには、レート違ってきちゃうんで、まあ、そこら辺ですよね。あと、金利は見とくという、まあ、そんな感じで、日々やってますんで、またちょっと、今度、は、今日は、何のチャートをこう使ってるかっていうことだけだったんですけど、まあ、チャートの作り方とか、そういうことを、次回また、お話ししたいかなと思います。はい、今日はありがとうございました。まあ、登録まだの方がいたら、ぜひ登録、チャンネル登録よろしくお願いします。